トイレ入ってきた、ついでに、ドンベ。ゲット。そう、この特盛りの、特盛りのやつってのはコンビニしかないですからね。あれ、スーパーで売ってるのかな？あんま見ないですよね。曲がって、いけるらしいんで、行ってみよう。あ、日光さんのところか。あ、ここも見えんだよな。何回も予防やると思ったら、そうだ、ここの日光さんね、美味しいっすよ。ラーメン屋さんですね。ああ、じゃあ走ったことあるな、この道。全然あるわ。いつもなんか、こっち側からなんか来てんの？なんでだ？なんででしょうね。左目も上がりな。ああ、そうだ、そうだね。ローソンがあって。そう。初めて行った時に、わからんくなって、そこのローソンで地図見とったの。いや、めちゃめちゃ近いな。もうすぐ近くもやん。ってなった記憶があるんですよ。それで、甘露町ですね。ロータリーこれ。飛ばすと激安パターンか。これか。感じと分かりやすいですね、あそこにあると。あ、ちゃんと反応しとるんやなーってのが。あれいいね。はい。32キロ。
新会長。新海誠。新海って読むんですね、これで。へえ。ビアカフェ。新宿2023ってなってたけど、もう売り物件になってた。1年もたなかったか。残念。飲食はそうですね。これ東大道なんだよ。これ越川か。愛知と書いて、越知ですね。これもある意味難読ですよね。まあ、愛媛のね、汁の、知流の知なんで、越知ってね、まあ、読めなくもないですけど。同じ感じで、愛知っていうあまりにも有名な地名がありますからね。まあ、すぐに名古屋県って言われちゃってますけど。めっちゃおもろい動物園。稲口に。水車パーキング。あ、地桃山ですね。さつまい39キロ。
大中の要望ナイスプロポーズ。なんかインパクト重視な農家さんが多いね。そこも米なの？すげえカラフルね。すげえ。お米。農家のお米ってなってますね。すごいな。